アムステルダム音楽院は、オランダ、アムステルダムに本部を置くオランダの音楽大学である。1884年に設置された、大学の略称は場。地図同士を拠点とする芸術系職業大学である、アムステルダム芸術職業大学の音楽部門を担っており、オランダ最大の高等音楽教育機関である。クラシック音楽のみならず、ジャズやポップス、古学、 オペラから音楽教育まで音楽に関する多様なカリキュラムを要している。アムステルダム音楽院はコンセルトヘボーが完成する4年前の1884年に設立されたアムステルダム州音楽院を起源とする。その後、1920年には無事イクリセウム協会がアムステルダム州音楽院と競合する音楽アカデミーを設立した。1976年に アムステルダム州音楽院とムジークリセウム、教会音楽院、そしてハールレムスムジークリセウムが合併してスウェーリンク音楽院が設立されファンバールレ通りに移転した。さらに1994年にヒルフェルスム音楽院と合併して現在のアムステルダム音楽院となった。1998年からファンバールレ通りとニーウェファールトの校舎で講義が行われていたが、 2008年にオーステルドクス島の新校舎に移転した。アムステルダム音楽院は2008年4月21日にアムステルダム中央駅にほど近いオーステルドクス島に新築されたキャンパスに移転した。新キャンパスはオーステルドクス島の文化地区中心にあり、クラシック用およびジャズ用のコンサートホールと図書館を用意してている。また、 アムステルダム芸術職業大学の他学部はいずれも徒歩圏内にある。新キャンパスは現代的な教育機関にふさわしい設備を備え、学生がコンサートを開いたり、他の音楽学校の学生のみならず、美術学生ともコラボレートすることができる。また、自前のポスターチラシの作成やチケット販売、コンサートホールでの録音、録画、さらには音楽院のウェブサイトから、 インターネットラジオを配信することもできる。キャンパスのデザインは、オランダの建築家、フリッツ・バンドンゲンによるもので、日本建築の縁側に着想を得て、外壁とコンサートホールや講義室、レッスン室の間に廊下を排した構造になっている。大きな窓から取り込んだ日光で部屋の照度が確保、できるだけでなく、廊下が外からの騒音を和らげるため、 学生が勉学に集中できるようになっている。キャンパスは大きく3つの区画に分かれており、1階は4つのコンサートホールを備えたホール区画になっている。ベルナルド・ハイティン・クザールとスウェーリン・クザールには、コンサートホールには珍しく日光が差し込む窓が設けられている。どのホールにも録音設備が備え付けられており、コンサートやリハーサルを録音することができる。地上階にはホワイエと 食堂も設けられている。ホール区画の上には四階にわたって講義室やレッスン室があり、その上は二階層の図書館、行動、自習室区画となっている。レッスン室や講義室、コンサートホールの音響要件の調査及び音響設計はポイツ音響研究所が担当した。現在在籍している教員としては、バイオリンのボリス・ベルキンが著名である。名誉教授には、 バイオリンのオスカーバックや、ヘルマン・クレバース、ピアノのマレー・ペラや、チェンバロー・オルガンのグスタフ・レオン・ハルトや作曲家のトンデレーウがいる。ありがとうございます。